また来てくれよな。行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ。以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば。そして、あらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。行きましょうよ。俺も戦います。はっ、ダメだ。
これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。ご分を。いただきますわ。進もう、振り返らずに。団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。リヴァイ班のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。するんだ。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。俺の選択は、弱しですね。逃がしませんか。まだまだ。死になさい。信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。ここで惨めに死ね。サメ型に報いよ。
行け。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。
ゃぐちゃに細かくしてから食ってやれ。おい、エレンはどこだ？巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしい。だめ、次から次へと湧いてきやがる。逃がしませんわ。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。Ah!
いい。逃がしませんわ。奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。巨人どもめ、邪魔すんな。戦してるの？じゃあ世話の焼ける。よし、こいつで足止めしてやる。よろしくね。了解だ。次はどなた？巨人どもが邪魔だな。逃がしませんわ。体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。愚かね、天才。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていれば、こんなことにはならなかった。お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。
まま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。はい、しっかり感謝。目型を逃がすな。やつも疲弊してきたようだな。待っていて、今助けるから。足を止められるはずだ。協定をお盾になって。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。ぶっ倒して差し上げます。
そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そうだ、お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。まだまだ、疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。見事だ。